お呼びでしょうか。ハガードはすでに人を隔離区域に使わした。猟犬を解き放つ時が来たのじゃ。目標シグナル消失、位置を見失った。気をつけて、様子が変よ。まさか無精子、どうしてここに。急げ。トラップだ。なんとか振り切らないと。よく見て。今日はついてないな。この行動、情報にはなかったぞ。エナジーが少ない。最後まで持ってくれよ。まずい。あのモンスター追ってきたのか。ここまでついてくるとは。本部に連絡しないと。この辺に出口があればいいか。Set! Set! 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 Set!
警告。サプレッサー。エナジー不足により停止します。まずい。なんとか持ちこたえてくれ。サプレッサーのエナジーがもう。あと少し、あと少しなんだ。目標を捕獲。了解。連行した後に記憶を消去する。心拍数が安定してきたわ。もう大丈夫だろう。身体機能を回復している。間に合ってよかった。あ、動いたわ。光？一体何が？ねえねえ、見える？お兄ちゃん、早く来て！気がついたか？サプレッサーは問題ないな。安心しろ。もう大丈夫だ。ここは、どこだ？サプレッサーのエナジープールを新しいものと取り替えた。少しは楽になったか？ああ、かなり。あなたたちは丸一日意識が戻らなかったのよ。私てっきり。こいつはシャーリー。俺は兄のジーク。このシェルターの責任者だ。あなたたちが助けてくれたのか？うん。シェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。それにサプレッサーのバッテリーも切れていた。それで仕方なくシェルターに運んで応急処置をしたというわけだ。ここはコードナンバー HT501、 アストロシェルターだよ。それはそうと、名前は何だ？なぜ裏山に一人でいた？それが何も覚えてなくて。私が見つけた時は全身擦り傷だらけだった。もしかすると迷子になったスカベンジャーさんかな。迷子？それは運が悪かったな。あのメカの墓場には異星獣が住み着いている。生きているだけで儲け者だ。記憶が戻るまでここにいるといい。さっき全身を検査したが特に問題はなかった。ありがとう。助かるよ。とりあえず身なりを整えろ。それではいくらなんでもひどすぎる。シャーリー、こいつをセリーンのところに連れて行ってやれ。彼女にはもう知らせてある。分かった。ついてきて。武器はあそこの箱の上よ。忘れないでね。シャーリーとジークはここで育ったのか？私たち小さい頃からずっとここで暮らしてるの。その頃はまだ人も少なくてね。みんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよ。え？
準備ができています。いつでもどうぞ。これは私はミア、第4世代 AI サーバントです。こんにちは。ミアはこれでも役に立つのよ。お兄ちゃんが遺跡から見つけてきたの。でも言語モジュールにちょっと問題があって、時々会話が変なの。すみません、ミアは皆さんに正しく伝わるよう努力します。いいのよ早くこちらへ。セリンさんをお待たせしてはいけません。ねえ、あそこに戦艦があるでしょ。あれはベツレヘム号、50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた。50年も。大厄災の時、近くをパトロールしていた連邦艦隊がオムニアムの爆発で全滅した。あれがセリンさんよ。行きましょう。なあ、あんたが裏山で救助されたって子ね。はじめまして。シャーリーと同世代かしら。外の世界で随分苦労したんでしょうね。セリンさん、早くこの人をきれいにしてあげて。はいはい、わかりましたよ。やっぱり孫にも衣装ね。ありがとう。いいえ、ほら、見た目も小ざっぱりしたことだし、無駄話はやめて、この子にシェルターを案内してあげたら。うん、任せて。セリーンさんに気に入られたみたいね。ここは制御室、シェルターに異常がないか観測するの。おはよう、シャーリー。タールさん、おはよう。お前さんたちが助けたっていうのはこの子か。
体の具合はどうだ？おかげさまでなんとか。そうか、今の世の中平穏無事が一番だ。お店長様に感謝しねえとな。パウルさん、お酒臭い。あっと昨日ちょっと飲みすぎてな。ちょうどこれから環境観測データの回収に行こうと思ってたとこだ。でもまだお酒が残ってるんじゃない？データの件は私に任せて。この間みたいに酔っ払って池にはまったりしないでよ。あ、いやここはお前さんたちに頼むとするか。そんなら俺のドローンに道案内をさせよ。え、興味あるんだ。いいだろう、シェルターの環境を知るいいチャンスだ。ドローンと一緒なら道に迷う心配もない。水門データ収集中。鳥になった感想はどう？しっかり捕まってね。緊張しないで。私は記録呼び出し。シャーリーは先日の飛行中川に落ちました。え、植生データ収集。断層データ収集中。もう終わった？終わったら戻りましょう。地質データ収集中。データサンプルはこれで十分だろ。上出来だ。戻っておいでよ。他の場所も案内してあげる。よっ。おっと、なかなかやるな。そんじゃこのデータをアルフレッドに届けるとするか。とにかく今日は助かったよ。ありがとな。データ分析の結果、アルコールの長期にわたる多量摂取は人体に多大な悪影響を及ぼすと判明しました。健康に配慮したレシピをご参照ください。あ、そうだよ、ミアの言う通り。パウルさん、体には気をつけなきゃ。ああ、わかったよ。じゃあ、行こっか。サミンさんを紹介してあげる。どうしたんですか？私に何か用でも。新しい友達を紹介するね。はじめまして。ようこそ。あなたのお話は聞いています。お体の方は大丈夫ですか？平気平気。お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたからもう大丈夫。あ、紹介がまだだったね。こちらサミーさん。と言っても私より二日お姉さんなだけだけど。このシェルターで一番のシェフなの。今度機会があれば何か食べさせてもらうといいわ。いいですよ、
何でも好きなものをリクエストしてください。でも転送ゲートの修理が終わるまではベンジス港に新鮮な食材を買いに行けないんです。修理だけなら私たち二人で十分。ほら早くついてきて。でもゲートの修理のことお兄ちゃんには内緒よ。記録、今月シェルターで発生した事件は8件、うちシャーリー関連は。ここだよ。これが私たちの転送ゲート。それがよくわかんないの。パウルさんはオムニウムを使って転送したいものをバラバラに分解して遠いところでまた組み立て直すんだって言ってた。じゃあ人間を分解して組み立て直しても元通りになるってことか。どうだろう。でも私も何回も使ったけどこの通りピンピンしてるよ。それでどうやって修理するんだ。エネルギーコンバーターのフィルター故障だから予備のものと交換するだけ。それだけ。それだけ。パウルさんがそう言ってたもん。私はプログラムを調べるからあなたは替えのフィルターを持ってきて。あそこだよ。見える？予備のフィルターがあのフィルターを装置に入れるだけで OK よ。ちょっと押し込むの手伝ってくれない？なんか引っかかってるみたいで。できた！お茶の子さいさい！あとはちゃんと動くか確認したら終わりね。確認ってどうやって？もちろん自分で試してみるんだよ。でも転送ゲートには自分が起動したゲートの間でしか転送できないっていう制限があるの。だからあなたはこのゲートしか使えない。確認は私に任せて。でもそれって大丈夫なのか。大丈夫、心配しないで。すぐ戻ってくるから。もう大丈夫、全部片付けた。怪我は、怪我してない？記録中、シェルターで今月発生した事件は計9件。ごめんなさい、私ちょっと虫が苦手で。
なんであんな奴らをおびき寄せてしまったんだ。転送ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。ベンジスの浜辺に放り出されて、そこでモンスターたちに襲われて、ほんと最悪。でも位置情報システムは複雑すぎるから、パウルさんでも直せないかも。ホラン、ホ、フランツさんに助けを求めましょう。うん、そうだね。あの人なら何とかしてくれるはず。ハガードから来たフランツさん、とにかくすごい物知りなの。お願いしに行ってみよう。警告、転送ゲートは故障中、正常に使用できません。ミアはここに残り、皆さんに警告を続けます。さすがミア、そうしてもらえると助かる。気をつけて、お兄ちゃんに気づかれないように。会いたい人はシェルターの外にいるのか。あの大きな岩見た？ブルークリークの正面にあるあれ。ああ、あれか。あの岩バーチャルみたいに見えたけど。あそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だってお兄ちゃんが言ってた。アバターシステムで岩に偽装してるんだって。遺跡か。中には何があるんだ。わからない、お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。でもきっとすごく貴重なものが隠されてるんだと思う。だってあそこを調べるためにハガードからフランツさんが派遣されてきたくらいだもの。さあ準備はいい？川のあっち側まで行くわよ。外は危険だから、はぐれないように気をつけなきゃね。